岡部チャンネルへようこそ。今日は岡部株式会社の営業職について紹介していきますね。先輩、岡部の営業についてもっと詳しくなりたいです。積極的に学ぼうとしていて、いい心がけだね。それでは早速営業職の基本から説明しましょう。営業職は大きく分けると2種類あります。自分から見込み客にアプローチをかける営業、アウトバウンドセールスと、問い合わせがあった見込み客にアプローチをする営業、インバウンドセールスがあります。岡部の営業はどちらに該当するのでしょうか？私たちは基本的に自分で営業を仕掛けていくアウトバウンドセールスに該当します。アウトバウンドセールスには新規顧客の獲得を目的とした飛び込み営業、状況に応じた電話営業、既存顧客との関係を構築し売上拡大を図るルート営業といった手法があります。そうなんですね。営業の手法は分かりました。具体的にはどんなお客様に営業活動をするのでしょうか？岡部の製品は建設現場で使われます。しかし製品、部署によって営業手法もお客様も異なります。建設資材全般を取り扱う指定営業では、現場直販といって建築現場に直接訪問、建物の図面をもらって必要となる資材をゼネコンなどへ提案する営業活動を行います。飛び込み営業や代理店営業など、新規顧客の獲得も指定営業の重要な仕事ですね。その他の事業部については設計事務所などにも訪問するので、事業部によって全く異なる営業手法になります。関わるお客様も幅広いんですね。そうです。どんな部署の営業になったとしても、お客様との信頼関係構築はとても重要ですよ。次はより具体的な営業フローを新人の配属が多い指定営業を例に紹介します。まずは岡部の営業として初めてお客様に訪問するんですよね。岡部の名前は知っているけれど、個人としての関係性を築くところからスタートします。そこから現場で図面をもらって、お客様のニーズをヒアリングしながら必要となる資材を提案。お客様のためになると思ったら、自社製品だけでなく他社製品も販売することがあります。メーカーだけでなく商社的なポジションも経験できるのは面白い点ですね。そして岡部の資材を採用していただき、納品、工事立ち会い、問い合わせ対応や請求、入金確認まで各部署と連携して担当するのが営業の仕事です。実際に岡部製品が現場で使われているのを見るとどう思いますか？社会を支える製品を世の中に送り出せるのは働きがいを感じますね。岡部ブランドの製品はお客様からの信頼が厚く、さまざまなところで人々の暮らしを災害から守っているんです。自分が営業すればするほど社会の役に立つって、なんだかワクワクしますね。先輩、今日はありがとうございました。どういたしまして。ちなみに岡部の営業で必須になる図面の読み方や知識については入社後に学ぶことができるから安心してね。いろいろなことを勉強して営業として働くのが楽しみになりました。これを見て興味を持った方はぜひ岡部の営業職に応募してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。